富士崎駅は、福岡県福岡市沢楽百道2丁目に所在する、福岡市地下鉄空港線の駅である。駅番号は、K03。駅のシンボルマークは、福岡市出身のグラフィックデザイナー、西島勲がデザインしたものでマークを一目見て、駅名がわかるように地名の富士崎にちなんだ富士の花で、ある。天神駅が管理し、西鉄ステーションサービスが、 駅業務を受託する業務委託駅である。2018年度の1日平均乗車人員は12,690人である。近年の1日平均乗車人員の推移は下表の通りである。沢楽役所。下にあるレンガ造りの建物は藤崎駅3番出入り口一帯に住宅街が広がるが、駅の北側に沢楽役所をはじめとする。 行政機関が集中する。沢原市民センター1階に藤崎バス、乗り継ぎターミナルが設けられており、駅と直結して、福岡市西南部方面、菓子方面、アイランドシティ方面、シーサイド、桃地方面へのアクセス駅の一つとなっている。駅東側、明治通りの一つ南の通りが、藤崎通り商店街で、東方向に行くと、高取商店街、中西商店街、 西陣中央商店街、オレンジ通り商店街に連なる。ありがとうございます。